お世話になります、ひとりでございます。3月1日になりましたので、レイドが更新されました。今回はその情報を共有させていただきたいと思います。今回出現するポケモンについてはフェアリータイプと飛行タイプが中心かな。具体的に出現するポケモンはマタドガス、サーナイト、ゴーグルとウッウで、巨大マックスでグリムオン、アーマーガーですね。で、今回は月替わりのレイドですので色違いとか特にないので、まあ、結構やる前から分かる通り渋いレイドですね。ただやらなくてはどんなレイドかは分かりません。故に私はどんなレイドであろうととりあえず1回はやってみたいと思います。はい、じゃあやり方については、不思議な贈り物からですね、ワイルドエリアニュースを受け取るといういつもの手順をこなしてやっていきましょう。はい、ちゃんと見まして、そしたら OK ですね。はい、出現場所についてはいつも通りどこでも出ると思いますので、まあ適当に行きましょう。まあ、ここはいないわ。ここに入れましょう。行け、一発で来いよ。頼むよ。多分ね、めっちゃいいけどダメなんだよね。こっち行かないとダメだ。あー、ダメだね。あー、おい、サクサク終わらせてくれ。ダメだね。いや、ちょっと待った、我らが本土に飛びましょう。いや、私が一番好きな巣でやろうかな。ここで一番やってるかな。本拠地でやりましょう。ダメなんかい。あ、来たんじゃね。これ星3のサーナイトですね。これもなんか珍しいような、なんとなく星さんのイメージないな。まあサーナイトをレイドで捕まえたことないんだけどね。まあいいや、とりあえずこいつじゃあ捕まえてみましょうか。一応ね、やべえ、ポケモンが全然いねえ。いや、ドラパルトしかいないし。おげおげ、いいね。背が高すぎてちょっとはみ出そうな感じだけど、たたり目でいけるでしょう。たたってればイーブイ、来い、ドラパルト手助けしてくれた。オッケー、めっちゃ入ったじゃん。あ、そっか、星さんだから全然余裕っすね。あー、でバリアも3つだから全然余裕のよっちゃんのあれだ。うわー、地味に強いぞ。全体攻撃だからね、星3でこんだけ結構苦労する感じになっちゃうんだね。いやー、渋いわ。オッケーオッケー、これでバリア壊れて、はい、グッドバイですね。ダクボで行こう。ちゃんと捕まれよ、手こずらせんなよそんなんで。はい、オッケーオッケーオッケー、ちゃんと捕まってくれてありがとうっていう風に感謝を忘れなければ、次も捕まるっていう風に母ちゃんに教わりました。アイテムはやっぱ普通ですね。いやー、経験飴 L1 個とダイマックスアメ1個と、でもやっぱ星3でさ、鎧鉱石マックス鉱石1個ずつ出んのはいいっすよね。いやー、他も別に普通ということで、いやー、この前のピカチュウね、めっちゃレイドの内容良かっただけに、ちょっとこれは残念ですね。はい、じゃあ見ていきましょう。ちょっと個体値見れないんだ、そうだ、これちょっとまた別のロムなんでちょっと見れないんで申し訳ないんですが、見ていきましょう。サーナイトレベル40の名数でございました。で、それで、特性はテレパシーですね。味方の攻撃を読み取って技を回避するということで、これは夢特性ですね。なのでまあいいっちゃいいんじゃないですか。で、技についてはムーンフォース、サイケ光線、マジカルフレーム、10万ボルトということで、いろんなタイプの技を覚えるんですね。ただレイド中だとマジカルシャインとかね、全体攻撃やってくるんで、そこのあたりは結構注意しなきゃいけないっていう点かな。あとは大丈夫だけどね。で、能天気な性格ということで、全くサーナイトに似つかわしくない。実際対戦のもそんな強くないかな。そんな性格でございます。はい、ということで、サーナイトゲットだぜ。まあ、ポケモン GO では強いんだけどね、こっちでの強さは私は知りません。はい、じゃああと2匹ぐらいかな、ゲットしよっか、適当にね。そんないいやついないんだけどね。はい、紫出ちゃう、困る、わお、お、来たんじゃないかこれ。ただこいつは進化前のポケモンなんで、まあこいつあえてゲットする必要もないので、ちょっと別のポケモンに変えたいなと思います。で、イベントレイドのポケモンが出るところでね、またみんなで挑戦でオンボタンで設定からやれば、まあいわゆる日付変更バグですね。そうすればちゃんとね、別のポケモン出ますので、出していこうかなと思います。こいつは本当にね、中でもゲットする必要のないポケモンですので。いやー、連続で出るかい、困るな。まあ適当になんか出しましょうか。お、巨大マックスアーマーガーかな、これいいんじゃない。で、目当てが出たら、まあここでね、一応レポートしておきましょう。まあ色違いとかじゃないんで、別にわざわざレポートする必要もないかもしれないですけど、まあやっときましょうか。バチウニーでいいかな。全然ポケモンがいない。やっぱこいつかっこいいな、すごいよね。やっぱ剣盾を代表するポケモンですよね。あー、っていうかバリア3つじゃん、巨大マックスアーマーが4つ星のやつ。少なすぎでしょ、めっちゃ硬そうなイメージやんのに。オッケー、ライジングボルトで持ってく、一気にもう倒しちゃったね。強すぎだね、バチューニ。まあダークボールでいいかな。オッケー、ごめん、頼む。おい、マジかよ、なんで4つ星でしかも捕まえらんないの。ひどいわそれ、マジか。別にまあいらないからいいんだけど、言っちゃって、いらないって。で、経験アメ L3 個、ダイマックスアメ1個、鎧鉱石1個、マックス鉱石1個、ザロクの実というね、
まあ結構珍しいから。で、水星のかけらも出てきた。だから結構まあいいんじゃないの。そんなことないかな。まあとりあえずオッケー。まあ別にね、巨大マックスアーマーガーも必ずゲットしなきゃいけないようなポケモンじゃないので、まあとりあえずね、あと1体ぐらいかな、ゲットしていこうかなと思います。来いよ。あ、無理か。あ、もうすでに出てるわ。お、来たんじゃない。ウォーグルもそうだよね。バチューニーで多分いけると思います。うわー、やっぱかっけえな。史上最強のイケメンポケモンだと思いますわ、ウォーグルは。ここで普通にナチュラル色違い出たらかっこいいんだけどね、実況者としては。ただ私はそんな運を持ち合わせてないので、シンプルにシンプルなポケモン戦うという。ライジングボルト行きましょう。いけ。うわ、全然入んねえ。結構硬い。はい、ウォーグルのバリアは4つというね、5つ星でなかなか少ないっすね。うわやべ、でもダダリン一発でやられたし、つえーな。うわやべ、またやられた。爪研ぎやばいわ。で、攻撃力上がるやつね、相当やられるので、これ注意した方がいいっすね。いけるかな。ブレイブバードやってきやがった。うわやばい、あぶねえ、やられる。ちょっと待って待って、きついってほんと。おいおい、あぶねえ、ほんとにつえ。あ、雷パンチやってくれた、ありがとう。ようやく倒せた。いや、やっぱ五つ星は強いわ。ちゃんと用意しとかないと。きついっすね、このザコロムじゃ手に負えねえわ。ダークボールでいきましょう。ちょっとこれ捕まえられなかったらもう最悪だよ。頼むよ頼むよ。ちょっと待って、絶対だよ、絶対捕まえてくれよ。もうさっき失敗したんだから、そんな失敗何回も繰り返せない、ありがとう。ウォーグルはイケメンっぽくのもんだからね、やっぱり人に好かれるようなやつがなんですかね。だからこっちにもちゃんと懐いてくれるっていう、そういうのがあんのかね。はい、ということで、経験飴 L2 個、XL1 個ってやっぱ普通なんだね、5つ星でも。ダイマックスアーメン2個で、鎧鉱石とマックス鉱石やっぱ1個ずつなんだ。ここね、2、3個来てくれたら嬉しいんですけどね、せめて。あ、でも金の玉デカ金が来てる。結構だから良くなってんのかね、やっぱり。そういうことではないのかな。普通にいたら今回の運が良かっただけかな。でもまあいいんじゃないですか、普通に。はい、じゃあウォーグル見ていきましょう。ちょっとまた個体値は見れないんですが、強さ見ていきましょう。はい、レベル60のオスですね。で、特性は力づくで、技の追加効果はなくなるが、その分高い威力で技を出すことができると。だから強かったのかな、相手。相当強かったよな。で、ブレイブボールドと、インファイトと、アイアンヘッドと、イワナダレということで。やっぱこいつもね、また全部違うタイプの技という、なかなか豪華ですね。しかもどれも強い技だし。まあ私、こいつが強いポケモンなのかどうなのかは全然知らないですけど。で、うっかり嫌な性格で暴れることが好きということで、さっきも暴れることが好きなポケモンだったような気がするんだけど。まあいいや。それで当然リボンを持ってないということで、イケメンポケモンゲットさせていただきました。なんかディズニー系でいそうな見た目っすよね。はい、ということで今回は、ウォーグルとサーナイトというね、結構まあ地味めかなのポケモンを捕まえました。もうすでに何回も出てるのにね、巨大マックスアーマーガーに逃げられるという。いやー、不運にも程がありますわ。この前の巨大マックスピカチュウのレイドなんてもうすぐ出てさ、すぐ捕まえられたのにね。まあ他にもね、フェアリータイプのやつと飛行タイプのやつ結構出ますんで、まあゲットしたい人はねゲットしましょう。ただ正直言って、こいつ絶対ゲットしなきゃいけないってのはないかな。色違いも出ないし、報酬もまあ普通だし。でも最近ダイパリメイクの情報とか公開されましたけど、あれ発売がまあ多分11月後半とか12月ぐらいですから、まだね半年以上全然ありますので、この内容でイベントレイドどうなっちまうんだろうかっつう話ですけど。まあちなみにこれでタイプ別的なレイドってのは一通り終わったみたいで、本当に今後やることないみたいですね。もうちょっといいタイミングでタイプ別が終わればよかったんじゃないかなと思うんですけどね。どういう意図があったんすかね。え、その意図を自分で考えろって。さあな、意図なんてわかんねえよ。